いやー、ちょっとびっくりしましたよね。三浦春馬さんが自殺したみたいなニュースがね、出て本当かと思ったんですけど、まあ本当みたいですね、残念ながら。で、まあ今日はなるべく普通になります。ちょっとすみません、ちょっとショックが大きくて、若干顔が赤い感じがしますが、僕。まず先に言っておくと、僕は別に三浦さんとめちゃくちゃ親しかったとかいうわけではありません。ただ、まあこの家というか、ここにはね、遊びに来たことがあるんですよ。で、本当に真面目な人で、もちろんテレビでは何回もね、共演したりとかしてるんですけど、たけるくんのね、紹介で、ここにね、遊びに来たことがあって、その遊びに来た理由がね、普通、まあ、僕がよくタレントさんにね、声かけられる時って、メンタリストって面白いやつがいるから、ちょっと会いたいんだけどって言われて友達からの紹介で来るんですよ。普通はこれなんです。だから趣味で僕に会いに来る人はいるんですよ。でもね、彼はね、一人だけそういう人間じゃなくて、役作りでね、心理学の話とかメンタルについての話を聞きたいと、役作りのためにわざわざ友達にお願いして僕に会いたいと。で、そのドラマとかもあるから忙しいんですよ。その忙しい合間を縫って、わざわざ、普通に考えたらね、僕が別にね、行けば行け話なんですけど、わざわざ、教えてもらうんで、僕は行きますって言って、仕事の合間開けて、わざわざ来たんですよ。で、もう、なんて言うんですか、こう、普通タレントさんってね、例えば、自分よりもすごい俳優さんとかには教えこうのわかるんですよ。でもね、彼のすごいところは、もう本当にね、こんな真面目な人いるんだって感じの人だったんですよ、本当に。だから、例えば、僕なんか全然演技素人ですよ。演技素人だし、別に心理学とかも、まあ、詳しいっちゃ詳しいんですけど、別に心理学の専門家なんかもっといくらでもいいじゃないですか。なのに、もう本当一言一句、もうメモを取るようなぐらいのレベルで、一生懸命聞いてくるんですよ。で、どういう本読んだらいいですかとか、たった一つの役作りのためにですよ。それで、わざわざここまで来て、それを聞くっていう。すごいなと思って。僕はだからね、それでやっぱり芸能界にいなくてよかったと思ったんですよ。なんでかというと、まあね、たけるくんとかもそうだけど、すごい才能がある人か、春馬くんみたいに、もう超努力家みたいな、もう超超真面目みたいな、もうそういう、だってもう寝ても覚めても多分彼はね、演技のこと考えてたと思うんですよ。そういう人とやっていかなくちゃいけないってのを当時思って、で、それでね、なんていうんですかね、まあ、それがね、最初だったんですけどね。初めて、ちゃんとゆっくり話したのはその時で、まあ、その後は番組とかで何回かご一緒したことがあったんですけど、それでね、やっぱね、僕は芸能界は無理だなって思ったぐらい、ほんとね、真面目な人だったんですけど、ただ僕の印象は、なんだろう、真面目すぎて逆に遊びがないっていうか、遊びがないっていうのはその悪い意味じゃなくて、ユーモアがないって意味ではなくて、遊びがないっていうのは、なんていうんですかね、こう、なんかこう、もうパンパンなんですよ。もう今にも、もうなんかこう、もう破裂しそうなじゃないんですけど、本当に真面目なんですよ。だから、僕のところに来た時、遊びに来てくれたんですけど、その時に演技の話を教えて、演技で、なんかこういう役をやるから、その心理学の話を聞きたいっていうふうに言った時も、僕はこういろいろね、早くして喋るじゃないですか。もう全部聞き取ろうとするぐらいな。で、全然こう雑談とかもね、何もね、こっちから言わないとしてこないぐらいのレベルの真面目さで、この人この緊張感でずっと生きてるのかなって思ったぐらいだったんですよ。だからね、まあ本当今回のその春馬くんのこの悲しい出来事が一体何が原因で起きたのかっていうのはこれからきっと明らかになるんでしょうけど、でもね、まあ、いずれにせよね、どういうストレスでなったのかとか、何が原因だったのかわからないですけど、でもいずれにせよ、タレントさんとかね、俳優さんってね、めちゃくちゃ真面目なんですよ。タレントさんっていうか、芸人さんとかもそうだし、俳優さんとかもですよ。めちゃくちゃ真面目なんですよ。何回も言いますけど。すごい、なんか破天荒なイメージをメディアが植え付けたりしてますけど、破天荒なだけだったらいくらでもしょうもないやつあるじゃないですか、その辺に。だから、何がすごいかっていうと、多分芸人さんとかの例で言うんだったらすごいですけど、ほら、よく言うじゃないですか。バカを演じることができる天才っていうのは、つまり自分があんまり頭良くないように見せることができる天才っていうのは本当にすごい人だよねっていうふうによく言われるじゃないですか。それをできるのが俳優さんとか女優さんとかなんですよ。で、結構俳優さんとか女優さんの友達いるので相談されるんですけど、やっぱりね、特定の役に入り込むって本当に大変なことで、ある意味こう自分の一部を殺して、で、別な役に入るわけじゃないですか。だからそっちにやっぱり気持ちが引っ張られちゃうこともあるし、結構何人かね、相談されますけど、今こういう役をやってて、で、ずっとその感覚が抜けなくて、夜寝れなくなっちゃってとかっていう、そういうふうにこうね、身を削って演技してるんですよ、彼らって。そうで、その演技に対して外野で見てる人たちは演技が上手いだの下手だの、ね、シナリオがどうのこうのとか言って、
で攻撃しちゃうわけですね。間接的にね。だから僕ら分かってないで攻撃している可能性があるんですよ。だからね、そこはね、すごいね、なんだろう。皆さんに覚えておいてほしいなってことがあって。でね、よくなんか俳優さんとかですね、なんていうんですかね、こう、ね、女優さんとか、芸人さんとかが、よくね、こう、ちょっとこう、なんかね、事件を起こしたりとかして叩かれることってありますけど、でもね、僕はね、逆に皆さんに問いたい。その、24時間ずっとどこにいても人の目を気にしなくちゃいけなくて監視されて週刊誌に追われて好きなところにも行けないし飲むにも行けないし友達と遊びに行く場合もですねマスクしてね帽子かぶって行かないといけないぐらいな状況に何年も何年も365日24時間ですよ置かれてみてください一度ね、絶対頭おかしくなるから、はっきり。だからむしろその中で、見た目を保ったりとか、仕事をするってことをちゃんとやった上でね、やった上で、まあそれは時々ハメを外すこともあると思うんですよ。逆にハメを外すぐらいのレベルで、抑えられてるの本当にすごいと思う。だから僕はその芸能界無理だと思って、もう今はなんかね、適当に関わるぐらいにしてますけど、それは僕はね、彼らほどの力がなかったんですよ。で、特に春馬くんはその中でも、もう普通は芸能人で抜くとこ抜くんですよ。例えば夜は、ちょっと仕事が終わって、例えばドラマがない時は、ちょっと朝まで飲むこともするとか、っていうことを入れるんですけど、多分彼はね、そういうことしなかったんじゃないかなと思うんですよね。うん。で、やっぱ自分の弱さを周りに出すタイプじゃないから、だから多分相談できる人も、周りはね、きっと友達だからってなってたと思うんだけど、でもやっぱりどこか友達に迷惑かけちゃいけないなとかっていうことを思っちゃってたんじゃないかなと思って、で、僕それを分かってたんですよ。分かってたから僕も一応人を見るのが仕事なんで、だから最初会った時にそういうのを感じていたにもかかわらず、やっぱこうお互いに忙しくなっちゃって、そんなにね、最後おすすめの、最後の僕とね、彼の LINE のやり取りがおすすめの本を送ってあげたとこだけだったんですよ、さっき見たら。だから普通にね、僕は治療者ではないけど、まあね、そんなにね、めちゃくちゃ親しいね、友達だったってわけじゃないですが、でも、やっぱりね、何かの縁で座ってあって、しかもメンタリストだったわけだから、なんかできたことがなかったんじゃないかな、とか思うとちょっと辛いですよね、やっぱりこれはね。切り抜き、いかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それでは、バイバイ。